皆さん、こんにちは。鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。本日は、標準機、狂機、両方持っている会社を集めてみたをお送りします。最近、ウプヌシは、定時、帰還に目覚めたのでしょうか？そうみたいですね。調査していくうちにのめり込んでしまったようです。では、本日は、こののめり込んだ結果をお伝えできるのでしょうか？はい、そのようです。ウプヌシは標準機派ですが、標準機だけではやっていけないことを悟ったそうです。長いものには巻かれろ、ですか？はい、そのようです。ダメですね。簡単に、2つのゲージを持つメリット、デメリットとは？狂機と標準機を持つメリットは、両方柔軟に対応ができる。狂機と標準機を持つデメリットは、列車の融通が効かなく、台車などを取り替えなければならず、管理面で大変。狂機は 1067mm 3フィート6インチをターゲットとします。それ以外の機関は除外します。同一会社をターゲットとしております。親会社、子会社の別法人は除外です。南海電鉄と阪海電鉄。今回は営業路線以外に特殊ケースもご紹介します。では早速紹介しましょう。標準機、狂機、両方持っている会社、テーマは4つ。1. 私鉄、地下鉄。 2. JR。 3. 番外編。 4. 超番外編。何ですか？超番外編とは？まあ、見てのお楽しみです。 1. 私鉄、地下鉄、箱根登山鉄道。いきなり渋いところに行きましたね。はい、箱根登山鉄道の強羅から箱根湯本は標準機、箱根湯本から小田原は狂機です。確か箱根湯本から小田原は三線騎乗でしたね。はい、維持が大変で廃止となり、箱根湯本から小田原は狂機専用となりました。小田急車両のロマンスカーや線形の箱根登山鉄道色が乗り入れております。箱根湯本から伊流田は車庫改装のため三線騎乗が残っております。ケーブルカーは 983mm という特殊機関です。東京地下鉄、東京メトロ。東京メトロの一番古い路線は銀座線です。銀座線と丸の内線はサードレールで両方とも標準機です。これ以外の千代田線、半蔵門線、南北線、有楽町線、副都心線、東西線、日比谷線は架空電車方式の狂機です。東京都交通局、都営地下鉄。この都営地下鉄は大変です。標準機は都営浅草線と都営大江戸線ですが、同じ機関でありながら架空電車方式とリニア方式で仕様が違います。また三田線は狂機です。東武東上線と直通運転するはずでしたが裏切りに遭いました。新宿線は 1372mm 馬車機関です。京王との直通のためです。東京都自身の都電が採用した軌道でしっぺ返しのように帰ってきました。維持コストがかかりますね。仙台市交通局、仙台市営地下鉄。2本しか路線がないのに、標準機と狂機ですか？南北線は狂機で、当初は仙石線との乗り入れを考慮していました。東西線は標準機のリニア方式を採用、トンネル系の小さいミニ地下鉄方式で建設されました。福岡市営地下鉄。3つ路線があります。架空電車方式狂機は空港線、箱崎線、リニア方式標準機は七隈線です。空港線は JR 筑肥線と相互直通運転をしております。箱崎線は空港線の名の浜まで乗り入れております。決戦点の中須川端駅は一面二線の二層構造となっております。また箱崎線は西鉄貝塚線との乗り入れ計画がありましたが、異論などがあり現在では頓挫しております。七隈線の乗り換えは不便で有名です。天神駅から天神南駅は600メートル近くあります。キャナルシティ付近を経由して博多までの延伸工事中ですが、過去3回崩落事故を起こしております。名古屋市交通局、名古屋市営地下鉄。ここはサードレール標準機の東山線、名城線、名港線と架空電車方式狂機の桜通り線、鶴舞線、上飯田線とくっきりと分かれます。桜通り線、鶴舞線、上飯田線のうち桜通り線だけがどことも乗り入れていません。
私も1994年頃、名古屋の久屋大通り近辺にしばらくいましたが、桜通り線は乗客は少なかったでした。将来は七宝町、豊田市方面までの延伸計画がありますが、具体的に目処は立っていません。上飯田線はたった800メートルの路線で、日本一最短の地下鉄路線です。たった800メートルなのに自社車両があります。名鉄小牧線と相互直通運転しております。現時点では他の地下鉄路線と直接線路がつながっていないため、車両整備は名鉄に委託して犬山検査場及び舞木検査場で行っています。将来は丸太町までの延伸計画がありましたが、費用対効果の問題や桜通り線の延伸もあり、延伸はなされない状態です。しばらくは日本一短い地下鉄路線として安泰です。西日本鉄道、西鉄。西鉄もそうなのですか。はい、天神大牟田線、天城線、太宰府線は標準期です。貝塚線は狭期です。西鉄貝塚線は博多湾鉄道汽船という会社でした。この貝塚線と JR 香椎線を持っておりました。1942年に陸上交通事業調整法で、まず博多湾鉄道汽船が九州電気軌道と合併して西日本鉄道となります。戦時の買収で香椎線の部分、当時粕屋線が国有化され、今の形となっております。和白駅ではこの2線が隣同士のホームとなっております。昔は一つの路線でした。ちょっと休憩、エピソードタイム。ところで余談ですが、私鉄が狂気として敷設される大きな理由はなぜか知っていますか。それは国鉄と直通運転したかったからではないでしょうか。それも正解ですが、もっと大きな理由があるのです。それは貨物輸送です。商船との貨物の行き来をしやすくするためです。私鉄の狭軌敷設の理由の大半はこれです。昔は旅客よりは貨物が中心だったのです。貨物輸送重視で鉄道省にお伺いを立てて寝返った私鉄は狭軌、貨物輸送を断念して鉄道省に立てついて、内務省管轄で軌道を敷設した私鉄は標準軌という図式でしょうか。全部が全部ではありませんが。近畿日本鉄道、これを語れば長くなりますね。まあこの動画はこの鉄道会社のためにあったと言っても過言ではありません。標準期は大阪線、信義線、名古屋線、湯の山線、鈴鹿線、山田線、鳥羽線、志摩線、難波線、奈良線、生駒線、京阪奈線、京都線、橿原線、天理線、田原本線。狭軌は南大阪線、長野線、道明寺線、御所線、吉野線です。大阪阿倍野橋から出発する近鉄列車はすべて狭軌です。標準期系統は大阪電気軌道という鉄道省に立てついた一派が発祥、そのまま三宮急行電鉄、関西急行電鉄を経て近畿日本鉄道となった路線です。狭軌は大阪鉄道、大鉄という過去存在した会社の系統です。その中で近鉄で一番古い路線があります。どの路線ですか。道明寺線です。道明寺ですか。なんか道明寺という桜餅を思い出しますね。関東では関西風の桜餅を一般的に道明寺と呼んでます。鋭いですね。その桜餅発祥の地です。娘のひな祭りの時に、私は関東の桜餅を見た時、こんなの桜餅じゃないと言いました。関東に行ってこのもち米粒のある桜餅が道明寺って呼ばれているのも初めて知りました。話を鉄道に戻しますが、近鉄最古の道明寺線は1898年、明治31年に火曜鉄道として開業しました。当時は蒸気機関車でした。
もともとは高野山参拝客を当て込んで敷設された路線で、関西鉄道現関西本線に乗り入れた時期もありました。その後買収を繰り返して大阪鉄道となり、大阪鉄道は関西急行電鉄に買収され、標準機狭軌の近鉄が誕生しました。正確に言えば近鉄は三重県にも狭軌の路線を持っておりました。養老線、伊賀線、762mm の北勢線、宇都部八王子線です。すべて近鉄から経営が切り離されました。名古屋線も狭軌でしたが回帰されました。 2.JR 新幹線のない JR 四国以外の JR 旅客各社は標準機と狭軌を両方有しております。 JR の場合は在来線がほぼ狭軌のため、標準機の例とその他という扱いといたします。JR 北海道は、標準機の北海道新幹線と狭軌のその他在来線。JR 東海は、標準機の東海道新幹線と狭軌のその他在来線。JR 九州も、標準機の九州新幹線と狭軌のその他在来線。JR 西日本は、山陽新幹線と在来線扱いの博多南線は標準機です。その他は狭軌在来線です。博多南線は在来線扱いですが、車両は全て新幹線の車両です。JR 東日本は、上越、北陸、東北新幹線と在来線乗り入れの秋田新幹線、山形新幹線が標準機です。この新幹線乗り入れのため、JR の中で、奥羽本線、福島駅から新庄駅、大曲駅から秋田駅、田沢湖線の盛岡駅から大曲駅が、唯一、準の在来線の標準機となっております。また、季節的には、上越線の越後湯沢からガーラ湯沢が在来線扱いの標準機です。上越新幹線がすべて乗り入れております。新幹線車両が直接乗り入れる在来線特急列車扱いで、運賃150円のほか、在来線の特定特急券100円の合計250円で乗車できます。3、番外編。ここからは、狭軌、標準機を有する特殊ケースをご紹介します。まずは、ケーブルカーと普通鉄道の事例です。伊豆箱根鉄道。伊豆箱根鉄道の普通鉄道の寸図線、大雄山線は狭軌です。ところが、伊豆箱根鉄道にはケーブルカーがあります。十国高速線、箱根と伊豆を結ぶ静岡県道20号熱海箱根峠線にある十国上り口駅と、展望台のある十国峠駅を結んでいます。このケーブルカーは標準機です。しかし、2022年に富士急行に売却されることが決定しております。今後は、富士急行が、標準機、狭軌を両方有することになります。京阪電鉄。こちらは、伊豆箱根鉄道とは逆のケースです。普通鉄道はすべて標準機ですが、男山のケーブルカーは狭軌なのです。高速線は、京都府八幡市のケーブル八幡宮口駅からケーブル八幡宮三条駅までを結ぶ京阪電気鉄道のケーブルカーです。確かに狭軌ですね。京福電鉄。普通鉄道の2線嵐山本線、北野線は標準機ですが、永山ケーブルカーは狭軌です。もともとは近くにある永山電鉄も京福電鉄でしたが、分社化して永山電鉄となっております。京急はケーブルカーを有しているわけではありません。逗子線の金沢八景駅から神宮寺駅が標準機と狭軌の3線機上なのです。金沢八景付近にある総合車両製作所、旧東急車両の JR や狭軌の新造車両を京急逗子線を用いて横須賀線へ運送するための路線で、営業路線ではありません。逗子駅を分岐後、横須賀線に並走し東進し、京急逗子線との交差点付近で方向を変え北上、神宮寺駅の六浦寄りで逗子線に合流しています。そのまま金沢八景駅付近の車両工場入り口まで3線機上になっております。この間に踏切があれば一度回送しているシーンを見てみたいなと思いますが、車両の回送は夜中の列車が来ない間に行われるそうです。4、超番外編。これはここの仲間に入れてどうかと思いますが、面白いので仲間に入れました。サムネの中に、オタクもとしてご紹介しましたが、標準機、狭軌を将来有するかなという鉄道会社をご紹介します。これを実施するかどうかが怪しいので、皆様からは
やるやる詐欺などとも呼ばれております。将来この純機と凶器を有するであろうという電鉄会社、阪急電鉄です。阪急電鉄が浪速筋線乗り入れで大阪駅と新大阪駅の狭軌路線を新設する発表をしております。私は阪急系列のアルナ工機で製造した東武鉄道向けの丸運帯の車両を買い取り運用するかと思っておりました。車両はどうも南海電鉄の車両を利用するそうです。詳しくは当チャンネル動画浪速筋線阪急狭軌狭軌に参入をご覧ください。いかがでしたでしょうか。日本の2つの機関派閥をまたがる鉄道会社をご紹介させていただきました。